皆さんこんにちは今回朗読させていただきました声優の小笠原仁です今回のお話宮沢賢治の夜かの星はいかがでしたでしょうか僕が初めてこの作品を読んだのはちょうど8年くらい前に舞台のお勉強する学校に通っていた時にこの夜かの星という作品を題材にして舞台をやろうとなった時が 初めてでしたなので皆さんよりもだいぶ僕は大人になななっっててかから読んだのではないかなと思っておりますそんなに時間も経っていないとは自分の心的には思っているんですけれどもそれでもやはり今回こうして朗読させていただいてあの舞台としてやった時よりもまたこう受け取る 感情が多かったというかああこのお話ってもっとこういうメッセージが込められていたのかもなとかいろいろ学ぶ新たに学ぶものが多かったように思いましたなので今皆様がこうして朗読で「よだかの星」を知ってもらってどういうふうに受け取っていただいたかがすごく僕も気になるんですけれども皆様が同じように僕と同じぐらいの年になった時改めて「よだかの星」を読んだら どれくらいこう小さかった頃となんか抱く感想が違うんだろうなっていうのはなんか楽しみにしていただけたらなと思います、えー、これをきっかけに皆様も是非ともたくさん本読んで、えー、読書ないし、えー、朗読というものを好きになっていってくださったら嬉しいですそれではまた朗読でお会いしましょう今回の朗読は「小笠原仁」でした ありがとうございました。